小松藩。小松藩は、伊予国東部に所在した藩。藩長は、須府郡、新屋敷村、現、愛媛県西条市小松町の小松陣屋に置かれた。国高一万国の小藩で、江戸時代初期の1636年から、廃藩地県まで、戸様大名の一柳氏が九代、約230年にわたって治めた。関英13年、1636年。 伊予松山藩二十四万国の藩主、賀茂忠友は、軽視なく、没したために改易され、その所領は分割された。このうち旧松山藩領東部にあたる最上六万八千六百国は、伊勢国神戸藩主、市柳直盛に与えられたが、直盛は最地に赴く、途中の大阪で没した。直盛の医療は、男子三人によって分割された。 伊予最上藩主を継いだのは、長男直重で、最上周辺の三万国を領した。次男寺家家は、川野一帯の一万八千六百国に、ハリマ国斧の飛び地領一万国を加え、都合二万八千六百国を領した、伊予川野江藩、後陣屋をハリマに移し、斧藩。そして三男の直よりには一万国を分与された。直頼は、最上の西に位置する須郡、 新屋敷村に、陣屋、小松陣屋を構えた。ここに、小松藩が立藩する。小松の地名は付近に、背の低い松が群生していたことに由来するという。こうして、伊予国東部には、西から、小松藩、西条藩、川野江藩、小野藩と一柳家の兄弟の所領が連なることとなったが、寛永19年、1642年に、 おの藩の直家が没すると伊予国内の所領18,600国幕府に没収されて天領となった直家の系統は、張間国王の藩1万国の藩主として、廃藩地県まで続く。漢文5年、1665年には、最上藩の一柳直江、直重の子が改易され、伊予国には小松藩のみが残ることとなった。二代藩主、直寺の知性。 漢文年間から元六年間、1661年から1704年にかけて300兆部の神殿開発を行った三代藩主、よりのり、自家教は書の達人で当時の大名の中でも随一と絶賛されている。教法17年、1732年の教法の大飢饉では小松藩でも救済を必要とする上人が 住民の4割を超える事態となったが、隣藩の松山藩が、多くのが死者を出したのに対してが死者は皆無であった。小藩であるがゆえに、領内の不作の兆候の把握が早く、対策が立てられたこと、また日頃からの備蓄米が功を奏したことによるもので、ある。その後も、天災や基金に際し、領民の状況の把握と救済米の支給など、きめ細やかな対応を行っている。 18世紀後半には、大規模な調査や、首謀者の両外追放で幕を閉じた騒動などはある。ものの、流血を伴う事件は記録されていない。第七代藩主、頼地下のもと、今日は2年、1802年には武行、竹花聖衆によって、藩の学問書、土川立地公が設置された。翌今日は3年、1803年には、朱子学者、 近藤敦史さんを招兵し、養精官と解明している。第八代藩主、頼継の時代に幕末の動乱期を迎える。慶応四年、明治元年、1868年の母親戦争において、小松藩は新政府軍に加わり、総勢51人、足軽、小物も含むが出兵した。小松藩兵は、京都で赤志藩、小野藩、三日月藩、 足森藩などの諸藩兵と合流して、共に越後国に出陣し、新潟、長岡、村上などを転戦した北越戦争。この中で戦死者1名、重傷者1名、軽傷者1名を出している。明治2年1869年6月、藩籍奉還に伴い寄り継ぐは藩知事に任命されたが、間もなく病没している。 頼明が、藩知事を継いだが、明治四年、1871年7月、廃藩知県によって、小松藩は廃止され、小松県となった。小松県は、同年のうちに廃され、松山県、石鉄県を経て、愛媛県に編入された。明治十七年、1884年、一柳少年、最後の藩主、頼明の弟が家族礼に伴い死釈に除せられた。 明治期に活躍した小松藩出身者には、黒川道則、陸軍中将、東宮部官長、男爵がいる。家老は一人で、北川家が代々継いだ。家禄は、藩内で最大の400国であった。家老に継いで、武行職が置かれ、藩政は家老と数人の武行の合議制によって、運営されていた。家老の執務の場は、陣屋の向かいに位置する。 会所と呼ばれる建物に入っていた。家臣の数も少なく、江戸時代中期に武士は約70人、足軽、小物などが約100人であった。幕末期の天保9年の調査では、武士60人、足軽40人と記録されている。家老や月番の武行によって書き継がれた記録、会所日記が、教皇元年、1716年から慶応2年。 1866年まで150年にわたって残されている。内容は、藩の政務、藩士や商人、領民の生活動向、事件や噂など多岐にわたる。全262冊に上る記録は、1971年に小松町の文化財に指定されている。会所日記の内容は、小松町市、1992年の編纂にあたって調査され、 兵庫歴史研究会の北村陸合校、国テルが原点の解読に当たった。2001年には、マスカワ光一の執筆により、北村も原点解読として著者に挙げられている、修営写真書より、伊予小松繁海書日記が刊行され、一般向けにその内容を紹介している。行内の王城院村には、死の川鉱山があり、輝きやすこう、白目、 白身などと呼ばれたが特産品であった。また、第二代藩主、直寺の時代に、大須藩領から小西伝兵衛を招き、生死業を起こした。小松藩の和紙生産は、文政年間1818 18年から1830年、頃に最盛期を迎え、藩の専売品として、大阪に出荷された。これらの産品があったものの、産金交代や江戸屋の維持などのため、 多くの藩と同様に財政は逼迫し、借金も増大した。領内商人など領民からの上納金、藩主の原稿をしばしば言っている。完成五年、1793年には、竹花聖州の信言により、千預かりだという名目で、幕府の公居を得ないまま実質的な藩札を発行している。明治維新後、明治政府は諸藩の藩札を無効として、 進化兵、縁と交換する措置を取ったが、進化条例、小松藩の千預かり札は、幕府の購入を受けない視察とされて政府による交換が拒否され。小松陣屋は、須府軍、新屋敷村に置かれた。陣屋周辺の街道沿いには、商業地区として、小松町、小松陣屋町が作られたが、これが領内では、唯一の町であり、藩では単に、 町とも呼ばれた。小松藩は東隣の最上藩領を挟み、新居軍内に飛び地4家村を持っていた。新居軍の所領は上島山村、半田村、王城院村、萩生村の4家村からなっていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。